へようこそ。いらっしゃいませ。ローゼンクイーン商会へようこそ。
ローゼンクイーン商会へようこそ。ローゼンクイーン商会へようこそ。ローゼンクイーン商会へようこそ。
特殊技の強化などが行えるよ。魔界病院へようこそ。どこへ向かうすか？これで終わりだ。行きますわよ。行くぜ。神よ、私が。終わるんですの。はっ、許してっす。行くっすよ。お命ちょうだいっす。
後ろを任せろっつ。任せたっつ。後ろを任せろっつ。許してっつ。みんな、よくやってくれた。せや。許してっす。頑張るっす。神よ、よっと、やつ、行くっすよ。共に参りましょう。参ります。
張るっす。行きますわよ。はっ、いけません。私はまだまだやれます。よいしょ。まあ、私はまだまだやれます。よいしょ。これで終わりだ。任せろ。
さて、どうする？この強くならなければ。さて、どうする？しもべたちよ、突撃なさい。神よ、行くぞ。私はまだまだやれます。
しまった。しまった。ふう。今度はこっちの番だ。そこ。うお。見ててくださいまして。おお、私たちの勝利ですわ。ローゼンクイーン商会へようこそ。スカウトするか？
どこへ向かうすか？行きますわよ。任せろ。行きましょう。私だってできますのよ。ヘレ、ここで決めてやる。
速攻で蹴りをつけるぞ。参ります。よっ。はっ。さてどうする。しもべたちよ、突撃なさい。はっ。何する部品。よっ。何する部品。してくださいね。ここで決めてやる。ここからが勝負だ。Thank you.
私に身を委ねてくださいな。ビビんなよ。参ります。See ya! See ya! リラックスしてくださいね。ビビんなよ。やだ。さて、どうする？します。今度はこっちの番だ。私たちの勝利ですわ。
スカウトするか。スカウトするか。
さあ、お怪我を治しましょう。ようこそ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。ごゆっくりどうぞ。
どこへ向かうすか？これで終わりだ！行きまーす！出る！すべての男は私のしもべですわ。と！レッツゴー！はーい！
さっと早く終わらせますわよ。えい、飛ばしますわよ。せや、力がみなぎる。行くぶり痛いよ。私の出番だね。私の出番だね。シア！何するブギー！俺に合わせてくれ！突撃なさい！うまい！強くならなければ。
魔眼のバロール。私が神よ、ご主人様のために俺に合わせてくれ。うまい。お前の負けだ。私だってできますよ。ささっと早く終わらせますわよ。えい。飛ばしますわよ。
頑張りましょう。ご主人様、まあ、行くよ。打ち砕く。いい人材が揃ってるぜ。ローゼンクイーン商会へようこそ。魔界病院へようこそ。どこへ向かうすか？貴様、我らロストに逆らってただで済むと思っているのか？ロストには服従かしか、覚悟はできているのだろうな。かーかっかっかっか、笑わせんな。こっちはそのロストに喧嘩売ってんだよ。
いいから早くかかってこいや。あいつは。ああ、嫌な予感が当たってしまいましたわ。そうです、キリア様。あの猿がレッドマグナスです。相変わらずの筋肉バカのようで、きっと脳みそがストーンゴーレムでできているに違いありませんわ。もう一度だけ命乞いのチャンスをやる。服従か、それとも死か。うるせえ。そっちが来ねえならこっちから超絶行くぜ。だらしねえぞお前ら。ロストが聞いて呆れるぜ。お前らじゃ相手にならねえ。さっさとボイドダークの野郎を呼んできやがれ。まるで狂犬だな。おお。すんげえ闘気を放つやつがいるじゃねえか。お前がボイドダークなわけねえよな。ってことはいよいよロストの魔将軍のお出ましってわけか。この猿、私の存在に気づいていませんの？灼熱魔界の魔王レッドマグナスか。なかなか手強そうなやつだな。あ、またお食事ですの？メガトン豚のチャーシューをたっぷり乗せて、キメラビーフとダイオウザメの骨のダブルスープで仕上げた絶滅危惧チャーシュー麺だ。てめえ、俺様との戦いを前にして飯を食うとはいい度胸じゃねえか。そんなに腹が減ってるならこのシャクランの魔王レッドマグナス様が極上の炎を超絶味わわせてやるぜ。その陶器やっぱただものじゃねえな。お前ロストの魔将軍か。俺様の首を取りに来やがったのか。いや、俺はボイドダークに用があるだけだ。もしかしてお前もボイドダークの野郎に喧嘩売ってる口か。カッカッカー、マジかよ。俺様の他にそんな奴がいるとは思っても見なかったぜ。だったら仲間と言いたいところだが、男と男がひとたび戦場で向き合った以上、この戦いやめるわけにはいかねえよな。いや、俺は別にやめても構わないが。おいおい、そりゃねえだろ。俺様はよ、お前みたいな強いやつと戦うのが超絶楽しみなんだからよ。なるほど、いい趣味だな。ザラー、さっきから超絶ワクワクしっぱなしなんだ。だからよ、何これぞ俺様の魔王儀、超合金のオリンピア。
全筋肉が2倍のサイズ、強さも2倍になって、あらゆる敵を圧倒する超絶能力だ。ちなみに時間切れになると元に戻ってちょっぴり筋肉痛になる。
出る。神よ、そりゃビビんなよ。開け頭部品、行く部品、そい何する部品、そこ部品、行く部品、そこ部品、私の出番だね。
速攻で蹴りをつけるぞ。さて、どうする？ちょっと後ろに下がるだけですわ。俺に任せる。いけません。私はまだまだやれます。
とう。せや。ご主人様、頑張りましょう。力がみなぎる。共に参りましょう。力を解放しよう。申し訳ない。強くならなければ。マジかよ。ビビんなよ。参ります。みんな、よくやってくれた。カッカッカ、やるじゃねえか、そうこなくっちゃな。だが、俺様の本気はまだまだこんなもんじゃねえ。お楽しみは超絶これからだぜ。おやめなさい。脳みそ筋肉の猿がいくら挑んだところで、私のキリア様には勝てませんことよ。なんだとこの甘っ。って、あれ、お前は確か今頃気づきましたの？そう、私は戦場に咲くラフレシア、絢爛魔界の魔王、セラ。そうだ、絢爛魔界のジャジャウマ姫だ。ジャジャウマ姫ではありませんわ。今はもう絢爛魔界の魔王ですのよ。魔王セラフィーヌ様とお呼びなさい。そうそう、セラなんたら。超絶思い出したぜ。で、なんでお前がこんなところにいるんだ？それは私のセリフでしてよ。灼熱魔界の魔王であるあなたが何故この地で、しかもたった一人で戦いよ。それはお前、日頃のストレス発散にロストの連中と遊んでやってたに決まってるだろ。なんだよその面は。何か言いたそうだな。お前の戦いぶり、内なる怒りをぶつけているようだった。内なる怒りだ？超絶意味不明なこと言ってんじゃねえよ。
そうか。俺の勘違いか。すまなかったな。なんだよ、悪魔のくせに謝るなんて妙なやつだな。まあまあ、わかればいいんだ。じゃあそういうことだから、これからよろしく頼むぜ。はあ、何がよろしくなのよあんた。お前らもボイドダークに喧嘩売ってるんだろ。俺様も同じだ。だったら一緒に超絶盛り上げようぜ。私、戦力になる男は大歓迎ですけど、デリカシーゼロの猿だけは遠慮しますわ。分かったら山へお帰り。しっしっ。別にいいじゃねえか、やるもんじゃねえんだしよ、一緒にやろうぜ。勝手にしろ。ちょっとキリア様、私は反対だと申し上げておりますのよ。よし、決まりだな。じゃ、ドドーンとド派手に行こうぜ。俺様はレッドマグナス。近いうちにボイドダークの野郎をぶっ倒して最強魔王になる男だ。超絶よろしく。くにぎぎぎ、私の意見を無視するなんて、二人ともいい度胸ですわね。まあいいですわ、これもボイドダークを抹殺するまでの我慢ですものね。許して差し上げますわ。せいぜい二人とも私のために働いてもらいますわよ。あのキリアとかいう男、何ですかこの馬鹿げた潜在魔力は。大変な危険人物です。しかし利用価値はありそうですね。史実によると、魔帝ボイドダークに滅ぼされた、あるいは支配下に置かれた魔界の数は、この時すでに全魔界の 30% を超えていた。これに進撃魔界、幽玄魔界、残骸魔界など、もはや風前の灯火となっている魔界を加えると全魔界の半数に及ぶ勢いであった。一方で豪烈魔界、巨鏡獣魔界、我流魔界といった大魔界の牙城は崩されておらず、魔帝による恐怖支配に反感を持つ悪魔たちは大魔界の魔王による反撃に希望の光を見出していた。私セラフィーヌ、全宇宙の富と名声を欲しいままにする魔性の女ですのよ。この世の男は全て私のもの。さあひれ伏しなさい。ああ愛しいセラフィーヌ、お前は誰にも渡さない。どうか俺と結婚してくれ。誰だこいつは。ちょっと待った、セラは俺様のものだ。誰にも超絶渡さねえぜ。誰だよこいつ。次回セラフィーヌ物語第2話、愛ゆえに。今宵あなたもフォーリンラブ。あなたたち頭大丈夫ですか。